日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は、原子炉よりも、はるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。
さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえば、これを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である。原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、順送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放棄にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は
1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年代に解体を終えるとしている。X2 戦闘機新進でのテスト飛行後、燃焼テスト時に、IHI 社製の XF9 エンジンが、世界を驚愕させる数値を叩き出しました。現在、日本、イギリス、イタリア3国の共同開発計画が進んでいます。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発で、F3 戦闘機開発に、弾みがつくのかについて見ていきたいと思います。第6世代戦闘機は、どんな形になるのでしょうか。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル、コンバット、エアー、プログラムMe、GCAP に関する共同首脳声明を打ち出しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発することを発表したのです。これと同時に防衛省が発表した、防衛省と米国防省による共同発表の中では、日本とアメリカは、次期戦闘機開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても連携していくと明らかにしました。日本がアメリカから離れて次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと不安視する見方もありました。とはいえアメリカからすれば、これまで率先していってきた、装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が軽減されますし、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減るので、中国やロシアなどに流出するリスクも少なくなるとして、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体となる企業を紹介します。機体関連は、日本からは、三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールスロイス社、イタリアがアビオ社、電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が、それぞれ取りまとめ役となり、関連する企業の動きを統括していくことになるようです。これまで、イギリスは、フランス、ドイツ、スペインが、共同で、
次期戦闘機開発として進めている将来の戦闘航空システム FCAS に対抗するテンペスト計画をイタリア、スウェーデンと共に進めていましたが、今回の GCAP にスウェーデンは参加していません。この GCAP によって開発される次期戦闘機は、日本の航空自衛隊では F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアではユーロファイターの後継機として位置づけられることになるようです。3カ国でおよそ300機の需要が見込まれ、日本は将来的に兵器の海外輸出解禁を視野に入れつつ、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって製造、販売数が増えることで経費削減が期待されます。他にも兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉においても優位に立てる可能性があると見ています。実は日本はこれまで装備のほとんどをアメリカから購入していました。日米同盟という名の下に押し売りされていたという感も否めませんが、アメリカとの長い付き合いがあったので、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先の候補に選定しましたが、今までアメリカ側は戦闘機開発の革新的技術をブラックボックス化し、日本の自由にはさせなかったのです。日本は独自の近代化改修はもとより、修理すら自由にできないという不満を強いられていました。客の要求をスルーしたというわけですね。しかし、今回は革新的技術を秘匿しない方針であるイギリスとの共同開発ですから、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。イギリスにとっても日本との共同開発のメリットは大きいと推測されます。その理由は FACS とのヨーロッパにおける主導権争いです。シェア拡大を目論むイギリスはアジアで日本を取り込み、販路を少しでも拡大したいという思いがあったほかに、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたためでもありました。高級自動車で知られているロールス・ロイス社ですが、ユーロスター・タイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 の開発のほか、様々な航空機用エンジンを開発しているエンジン開発においては、定評のあるメーカーでもあるのです。ところが、テンペスト計画では、搭載されるコンパクトでかつ、大出力のエンジン開発に苦戦していて、当初計画では、2035年に運用開始だったにもかかわらず、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したという情報すらなく、進捗が危ぶまれていました。テンペスト計画のエンジン性能は、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービン入り口における温度は2000度 C 以上にもなるので、タービンには高温耐性が求められています。また、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていたのです。2021年、12月22日、ロールス・ロイス社は、日本と次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を進めることを発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に、重要な一歩となるもので、将来的には、両国において、多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれに、メリットがある点を強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発を、2022年4月から開始するとして、イギリス政府は、この計画の設計などに、3000万ポンド、約45億円、を初期投資すると、説明した上で、実証機製作には、
2億ポンド、約304億円を拠出する計画であることも明らかにしました。その一方、日本政府も2022年度予算案で次期戦闘機開発費として858億円を計上。日本とイギリス、イタリアによる次期戦闘機開発がいよいよ本格始動するとして期待しています。日本では次期戦闘機開発エンジンについて IHI 社がプロトタイプエンジンとして XF9 を製作し、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験が実施され、良好な成績を収めたとされていました。この XF9 は F-15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニー製の F-110 エンジンと同クラスサイズのアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンで、タービン入り口温度1800度C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には最大で15トンを発揮するとされている高性能なエンジンですが、防衛省ではさらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げているのです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機の、さらに上を行くステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されています。そのためには、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、ミサイルなどの兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることができないので、機体のウェポンウェイに搭載することになり、どうしても機体が大型化してしまうのです。次期、戦闘機では、大きな推力を得るため、双発エンジンを持つ戦闘機として設計されているので、大型化は避けられません。さらに、2020年の国会質疑において、当時の河野防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 より多くのミサイルを搭載すると発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が必要になるので、かなり大型の戦闘機となることが予想されていました。そのために、XF9 をさらにコンパクトかつハイパワーにする必要が出てきたのです。これが、テンペストに搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回の共同開発の話が持ち上がったものと見られているようです。防衛省では、現在空自が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-35A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直、短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めていますが、中国やロシアでは、第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と実戦部隊への配備数を増やしているのが現状ですから、それらを数ではなく性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。次期戦闘機開発に関わる国内企業8社が技術協力によってジェット戦闘機開発のノウハウを習得できることが今後の兵器開発に大きく貢献するものと期待する声もあるようです。上方護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。
海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが身型護衛艦。ネームシップで一番艦のもが身が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が身型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが身型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、総海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における、駆逐艦、デストロイヤーと、同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を、主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディット、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、型やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、アブクマ型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから、旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、身型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、
多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして FFM という新艦種の身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した、3900トン型護衛艦となったのです。も、が、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m です。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている、艦隊のデザインには特徴があります。レーダー反射断面積 RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置も、かなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、航海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年、1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、も、が身型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造された、アドミラル・ゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。も、が、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。も、身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、1門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2
2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては 324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したようにマーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。またヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そしてこのもが身型護衛艦は乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。省人化に、伴い、もが身型では、クルー製の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。海上自衛隊最大級の護衛艦出雲と加賀の F-35B 戦闘機艦載改造計画が着々と進む中、世界では無人機へのシフトが急加速し、なんとアメリカが第6世代戦闘機開発を中止するとの発表も。今回は護衛艦出雲と加賀の改修工事完了で、イージス艦も打撃群として編成を詳しく見ていきます。日本は海洋国なので、護衛艦や潜水艦は必須。あとは、無人機の開発と導入でしょうね。サイバーだけでなく、ドローンパイロットも育成しないと。2023年現在、世界で6番目を数える。排他的経済水域と領海の面積を抱える海洋国である日本は、やはり、その防衛戦力の用として、海上自衛隊を位置づけており、時の防衛方針に則った装備体系の整備を継続している。大規模な海上自衛隊の装備品に目をやれば、2022年末に閣議決定が行われた、中期防衛力整備計画審ため、今時より、防衛力整備計画とされたその中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備が謳われている。日本の自衛隊は、日本国憲法との絡みや、
政治的な位置づけのために、大型の水上戦闘艦を護衛艦と一律に呼称しているが、世界的に見れば、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的である。海上自衛隊の護衛艦において、その世界的な基準に照らせば、も、が、身型は、フリゲート、艦首記号、FFM、マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦首記号、DDG、そして出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦首記号、DDH に該当する。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点でも、海上自衛隊が保有する、最大規模の艦艇であるが、回転翼機を、最大で、5機まで同時に初着陸させることが可能な全通式の飛行甲板を備えており、出雲、と、加賀、の2隻が就役している。この出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の、出雲、が、2015年3月、2番艦の、加賀、が、2017年3月に、就役を果たしたが、当時は、その全通式の、広い飛行甲板を装備する、外観と形状から、一部からは、大きな反発の声が上げられてきた。その根拠とも言えるのが、日本国憲法が禁じている内容に、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦が抵触すると、自由主張であり、従来から禁止令として挙げられてきた、航空母艦に、同艦は該当しているとする非難であった。確かに、1950年代の日本政府は、自衛隊が保有することを禁じられると、解釈される兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきたことは事実だが、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられている。キレこそが、日本の自衛隊が保有を禁じていると当時も説明されたのは、攻撃的な航空母艦という言い方であり、あくまでも、将来的に、海上自衛隊が、航空母艦的な艦艇を保有しても、攻撃的でない限り、その解釈と矛盾しないとする反論だった。就役時の出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、その艦載機としていたのは、対潜哨戒用の回転翼機がメインであり、これらが果たす役割とは、攻撃的な航空母艦のそれとは違うというのが、日本政府のスタンスだった。しかし、こうした日本国内の解釈の問題を別とするならば、世界的に著名なイギリスのジェーン年鑑等の分類でも出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦はヘリ、空母というカテゴリーに数えられており、国際的な基準に照らした際の扱いは、確かに、空母の一種であるだろう。そもそも、航空母艦に対して、それが、攻撃的であるか否かを区別することに、本来的な意味などなく、太平洋戦争の敗戦によって、軍隊の保有は行わないという、政治的なスタンスを日本が続けていることの齟齬は、隠すべくもない。ただし、こうした傾向は、太平洋戦争の敗戦から、徐々に緩和されてきていることも事実であり、かつては、陸上自衛隊では戦車という単語すら、使用が自粛されており、特車という、珍妙な単語が用いられた時代もあった。さて、そんな扱いを経てきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦であるが、一番艦たる、出雲、が就役した翌年の2016年末から、固定翼機を運用することを想定した、改修工事の実施の検討が、具体的に進められることとなった。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、いずれも、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場にて、建造が行われた艦艇だが、同社は、2017年度をかけて、無人航空機を含む固定翼機の運用研究を委託業務の形で取り組んだ。ここで対象とされた固定翼機とは、
アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型のことであり、同機は2007年7月に初飛行の後、2015年7月にはアメリカ軍における初期作戦能力の獲得がなされている。短距離離陸、垂直着陸が可能なこの F-35 ライトニング 2B 型については、すでに2013年中頃から日本でも導入を検討しているとの報道が行われたが、その時点で日本政府はこうした動きを否定しており、世論の動向と今後の手順を模索していたものと思われる。やがて前述した2017年度をかけてのジャパンマリンユナイテッド社が実施した無人航空機を含む固定翼機の運用研究の委託を経て、2018年末の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針は固められた。イスモ、型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、最大幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦隊を持ち、海上自衛隊の艦艇中で最大の規模を誇る。よく、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の大きさを表す表現として、旧大日本帝国海軍の正規空母であった、飛龍よりも、大型であるとの形容がなされるが、太平洋戦争時の艦艇と比較しても、あまり意味はないように思える。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、機関部には、ガスタービン機関を4機据えた、護ガグ方式を採用しており、これによって、最大出力11万2000馬力を発生させ、最大速力も30ノット以上を確保、最大14機の回転翼機を艦内に収容して運用することが可能である。この大きさゆえに、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、乗組員の定数も、およそ470名と海上自衛隊の艦艇の中で最大規模であるが、艦載機の運用に特化した仕様であるため、兵装は 20mm バルカン砲システムのシースを2機とシーラ、ムッポ2機の近接の固艦防空のみに限定されている。これとは、異なる運用思想のもとに建造されたのが、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の原型となった、初の DDH タルヒューガ型であり、全長、全幅、排水量のいずれも小規模ながら、ある程度、単艦での行動も意識した兵装が施されている。ヒューガ、型は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、最大幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの艦隊であり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦よりも2から3割は小さい。にもかかわらずヒューガ、型には、兵装として、出雲、型と同様の 20mm バルカン砲システムのシウスを2機搭載する以外にも、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セルや、3連装の 324mm 単魚雷発射艦を2機装備しており、比較的強力な仕様となっている。裏を返せばヒューガ、型護衛艦と異なり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、必ず次艦を護衛する他の艦艇との組み合わせでの運用が前提とされており、やはりベストなのは、イージス護衛艦との艦隊行動となるだろう。海上自衛隊は、2023年8月の現時点で、合計で8隻のイージス護衛艦を保有、運用中ではあるが、これらは、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考慮すれば、同時の稼働数は2から3隻というのが実情である。さらに、稼働中のイージス護衛艦は、北朝鮮島からの弾道弾の攻撃を迎撃する
ミサイル防衛任務のため、現状では少なくとも2隻が日本の周辺海域に待機せざるを得ず、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕はほとんどない。2023年度のからの防衛予算の増加に合わせて、イージス護衛艦も8隻から10隻への増勢が盛り込まれたが、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が収益を果たすまでは、こうした状況を抜本的に改善することは困難だろう。